今本当にコロナがずっと長引いている中、緊急事態宣言も延長延長っていうところで、皆さん本当に生活がどんどん苦しくなってきているんじゃないかっていうふうに思います。こんな状況の中で政府や政治が手を差し伸べてくれないっていうのは本当に私は理解ができない。困ってる人に手を差し伸べるのが政治の役割であり、それができるのが政治の力だっていうふうに感じています。東京都はお金のある地方都市なので、緊急事態ごとに10万円の給付っていうことが実施できますし、それをすべきだというふうに考えています。でも今の東京は私たち都民にとって安心して暮らせる街かどうかというと、私はそうではないと思います。五輪オリンピックが無理やり強行されようとしている、外国からたくさんの選手の人たち、関係者の人たちがやってきます、この東京に。そういった中で安心して暮らせるとは思えません。私たちの命は危険にさらされています。皆さんも、ご都合地の皆さんお参加しております。令和新選組山名加奈子の応援にやってまいりました、新宿区議会議員岩田です。皆さんもそれぞれ胸の中に怒りの炎を持っていらっしゃると思います。政治に対する怒り、その怒りの炎は希望につながります。ぜひ7月4日東京都議選、胸に怒りの炎を、政治に対する怒りの炎を燃やしながら投票所に足を運んでいただきたいと思います。そしてその際、その皆さんの怒りの炎、政治に対する怒りの炎を希望に変えて、ここにいる山名加奈子に託してみてはいかがでしょうか。山名加奈子、山名加奈子と力強くお印いただければと思います。気を持って立候補をしてくれたのが、助手席に乗っている山名加奈子、山名加奈子でございます。山名加奈子を全力応援、後部座席からマイクを握っている私、令和新選組山本太郎、山本太郎でございます。オリンピックを開くということは、感染者はどうしても増加、下手をすれば爆発だからこそ、この先に緊急事態に備えなければならない。東京都はお願いだけで緊急事態をするのではなく、10万円の給付金、こんにちは、10万円の給付金をセットで、これを形にしていきたいと考えております。その先頭に立つのが山名加奈子。今起こっているコロナの災害は人災です。政府が放置した結果、多くの人が命をなくしているっていうのが今の現状だと思います。オリンピックをやっている場合では本当にない。コロナに対して政府ができることっていうのをやっていく必要があるっていうふうに思っています。健康で文化的な生活が最低限できること、今残念ながら憲法に保障されているこの権利が行使されているとは思えません。すべての人が健康で文化的な生活をしていくために、東京と都民の方たちにはしっかり給付金を、毎月は緊急事態ごとに10万円給付するっていうことを東京都はやっていくべきだと考えています。どうもありがとうございます。山名加奈子です。非常にいい感性を持ってる人だと私は直感してます。で、表現する言葉は私と違うんですけど、同じことをね、多分こいてがってる、祈りというのかな、願ってる、一途に純粋に願うことを祈ると、私はもう宗教とか関係なく言うんですけれども、そういう恋願う純粋なね、魂のこう声というのかな、それが聞こえてくるようでね、私は高くというか、その大いに期待してますね、山名加奈子さんにね。私は今の政治の在り方が本当に困っている人、弱い立場にいる人の声をすくい上げるようなものになっていないというふうに感じています。私はこれまで NPO 法人で女性の生きやすい社会を作ることをやってきたりとか、労働組合で労働者が搾取をされない、そういったための労働組合の設立っていうのもしてきました。政治の力を使えば、こういった困った人たちにしっかりと手が差し伸べられる、もっと大きな枠組みで社会を変えていける、そういうふうに考えています。
東京都できることたくさんあると思います。経済的な底上げ、それはもちろんのこと、パートナーシップ制度を作ったり、性暴力があって絶対に二次被害の起きないそういった窓口を作ったりとか、多様性を認め合えるためのそういった教育、いろんなことを東京都から発信していって、皆さんが生きやすい、住みやすいって感じるような東京都を作っていきたいというふうに考えております。山中奈子と申します。ぜひ顔と名前を覚えて帰っていただければと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ここ杉並から私たち令和新選組の看板を背負って、山中奈子が都議会を目指します。